5人揃って機械戦隊全開じゃ。こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回は食玩の機械戦隊全開じゃ誘導、こちらを開けていきたいと思います。何気にね、誘導買うの初めてです。それどころかね、小動も総動も超動も今まで買ったことないんですよね。なのでこの手の食玩は本当初なんですよね。初開封では、アソートを見ていきましょう。12個入り、内容は、はい、こんな感じです。はい、アソートこんな感じになっております。まずはゼンカイザー、さすがに3つ入ってますね。そしてジュラン、ゼンカイジュランがボディとアーマー、ゼンカイガオンボディアーマー、ゼンカイブルーンボディアーマー、そしてマジーヌですね。マジーヌとゼンカイザーは1つで完成となってます。そしてアイテムパーツセットが2つ入ってます。個別のパッケージデザインはこんな感じになっております。そして天面と正面以外は全て同じデザインなので、代表して1番で見ていきましょう。はい、ぐるっと一周こんな感じですね。そこ裏面に商品説明が書かれてますね。全高約11センチ、全身約20箇所稼働、アイテムパーツでさらにアクション。では開けていきます。まあ冒頭でも言いましたけど、この手の食玩本当買うの初めてなのでね、新鮮な気分です。あ、もうできてるんですね。あー、なるほど。すでに本体は完成済みとなっております。シールは結構多めですね。はい、そしてギアトリンが真っ白ですね。はい、こんな感じになってます。そして本体のラムネ、まあ、今年のミニプラはね、合体前の携帯がかなりオミットされた状態なので、今年はこのシリーズ買わなくちゃならない羽目になっちゃいましたよね。もうこちらもボディですね、すでに完成してますね。はい、こちらもシール多め、結構思ったよりでかいね、11センチって。なるほどね。うわ、ほんと新鮮な気分だわ。アーマーの方も上げていきましょう。またね、G フレームとは違った感覚があるね。お、こっちはかなり部品少なく思える。なるほど。あ、こっちにもシールあるね。両方合わせるとかなりのシール量だ。前回ガオンのボディセット。あ、これ、ボディの形共通だね。色違いだな。なるほど。足の形は違うね。こういう風にしてコスト削減を図ってるんだ。そしてアーマーの方ね、ブルーンのボディとシール、シールの裏には手首が入ってます。ブルーンのボディはガオンとかジュランとかとは形が違いますね。はい、こんな感じです。そしてブルーンのアーマー、こんな感じ。お、結構部品多い。マジーヌも一箱で完成ですね。本体すでに出来上がっております。そしてシール、最後はオプションセットですね。それぞれの武器が入ってます。あ、手首も入ってますね。はい、こんな感じです。シールは少ないです。それではシール貼り終わりましたので一緒に見ていきましょう。まずはゼンカイザー、そしてゼンカイジュラン、ゼンカイガオン、ゼンカイブルーン、ゼンカイマジーン。はい、一周回ってこんな感じです。はい、じゃあ近くで見ていきましょう。まずは足回りから、色分けはすごいですね、シールのおかげで。そして後ろから見るとがっつり肉抜きされてますね。特に膝下のがっつり具合がすごい。はい、そしてギアトリンガーがもうこれ強引もいいとこですね。1枚のシールを、両方からペタッと貼ってるだけなんですよね。こんな立体物にこんなに貼るかって、まあミニプラの顔面とかでもね、よくあったことですけど、それ以上の衝撃でしたね。
すごい。そしてホイールシールの柔軟さもすごいね。そしてボディ周りと顔周り、造形はめちゃくちゃかっこいいですね。はい。そしてゼンカイザーってこんなに派手だったかっていうぐらいテカテカしてますね。まあホイールシールで再現されてるので、実際のテレビで見るよりね、さらにテカテカ具合、派手具合が増してると思います。はい、全体はこんな感じ。次はゼンカイジュランを見ていきます。こちらも後ろから見ると足回りの肉抜きがすごいことになってます。まあ、それ以外の部分はね、あんまり肉抜きないですね。腕の内側とかに肉抜きはあるんですけど、全然目立たないところなので気にはなりません。はい。そして胸部から頭部周り、顔もかっこいいね。いい造形してます。そして、プレートの部分はね、これ印刷ですね。特に立体感はありません。はい、全体に見てこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいな、これ。ミニプラとかで見慣れてたからね、造形が、すごいかっこよく見えます。劇中のイメージ近いね。はい。前回側も基本的にはジュランと同じボディが使われているので、肉抜きの感じも同じような感じですね。はい。いやでもね、アーマーが違うから全く別キャラっていう感じは出てます。はい。あとはね、劇中のイメージもあるのかな。個性が立ってるからね、同じボディを使われていても、コンパチというかね、リデゴには見えないよね。イメージ大切だな、劇中のね。はい。そしてボディから顔周りはこんな感じ。こちらもよくできております。次はブルーンです。ブルーンは他の2体とはまた違うボディが使われております。そのためか肉抜き部分はだいぶ減って見えますね。そして上半身に関しては全く肉抜き部分が見当たりません。これいい造形してるな。近くで見ると食顔とは思えないディテールです。特に顔ね、細かい。はい、ブルーンはこんな感じ。マジーノは体格差もあって専用素体となっております。足の肉抜きがちょっと目立つ位置にありますね。これは下方向とか後ろ方向とかに肉抜いてほしかったところですね。そして後ろから見ると、はい、膝下もかなりがっつりと抜かれております。マジーノはちょっと後ろから見るにはきついかな。はい。そして共通部品はゼンカイザーと拳パーツが同じになってますね。そして武器ギアトリンガーは共通。それ以外の部分はほぼというか完全に新規ですね。上半身周りはよくできてると思います。羽の内側の肉抜きは結構目立ちますが、まあ閉じてればそんなに気にならんかな。そして胸部から頭部造形、こちらもイメージ通りですね。はい、こんな感じです。で、可動を見ていきましょう。頭部は上下角のみですね。そして首の付け根で回転軸があって、両方を合わせるとこのように自由に動かすことができます。肩アーマーは跳ね上げ式ですね。そして軸接続で1回転、横方向へのスイングで、ロール軸ですね、1回転可能で、肘はまあ90度ってところかな。そして手首はボールジョイント接続で自由に動かすことができます。そしてさらに1段階奥へ差し込むことで回転のみになりますが、安定させることもできます。で、マント跳ね上げで、腰は1回転可能で、股関節はボールジョイントですね。渋みはいい感じ、かなり渋みに作られております。後ろがあまりいかないかな。前は90度。そして膝も、膝結構曲がりますね。単関節ですがこれぐらい曲がります。そして足首もボールジョイントですね。上下角、そして回転に内側に切りかけがあるので、このように接地角はかなり優秀ですね。ジュランとガオーンはボディが共通規格なので、代表してジュランで可動を見ていきましょう。まずは頭部は上下角のみ。そして首の付け根でボールジョイントがついているので自由に動きます。肩アーマー跳ね上げ、そして肩は軸接続で1回転、横方向へのスイング、ロール軸、肘は単関節で90度で、拳は前回座と一緒ですね。ボールジョイント接続で自由に動かすことができて、奥まではめ込むと回転軸のみになりますが安定。そして腰、
回転可能で、サイドアーマー、フロントアーマーの跳ね上げ、股関節はボールジョイントで前方向に後ろ方向横方向、そしてロール軸、ロール軸は1回転は無理ですね、これぐらいの範囲、膝も単関節ですがかなり曲がります。足首はボールジョイントで上下角、そして回転に接地角、接地角は切り欠きが内側にあるのでかなり優秀です。前回ブルーも他の2体と一緒で頭部は上下角のみ、首の付け根でボールジョイント自由に動きます。そして肩関節は軸接続で1回転可能で、肩アーマーはね45度ぐらいまでしか上がんないですね。よって肩関節もこれが限界ですね。これ以上上げると肩アーマーが外れます。そしてロール軸、肘は90度で、手首は他の2体と一緒ですね、他の3体か、はい、自由に動きます。押し込んで回転のみで、腰アーマーっていうんかな、合体時のエンブレムですね。回転可能、お、外れた。腰は1回転可能で、股関節はボールジョイントで前後ろそして横、さらにロールも1回転可能で、膝は90度ぐらい、足首もボールジョイントで上下角で回転にで、内側に切り欠きがあるので接地角は優秀。マジーヌも頭は上下角のみで、首の付け根でボールジョイント自由に動きます。ウイング部分横に開く、そして肩アーマーも横に開く、腕全体も横に開く、軸接続で1回転、そしてロール軸1回転可能、肘はまあ90度ですね。手首は他のメンバーと同じ仕様です。そして腰1回転可能で、フロントアーマーはまあ45度かな、なので足も前は45度、股関節ですねボールジョイントになっていて、後ろは優秀で、横も真横までは上がらないですね、これが限界。膝も90度まではいかないかな。で、足首回転で、上下もほとんどなしで、接地角は優秀ですね。はい、こんな感じ。ジュラン、ガオン、ブルーには共通の開き手パーツが付属しております。開き手パーツを取り付けるとこのようにアクションが映えますね。おお、かっこいいじゃないですか。いいですね。キューバのアイテムパーツセットです。まずはガオンクロー、ジュランソード、ジュランシールド、ブルーンピッカーにマジーヌスティック、そしてゼンカイザーとマジーヌの手首パーツ。ゼンカイザーのオプションパーツは平手パーツのみとなっております。まあでもゼンカイザーに平手パーツは必須ですよね。テレレレレレレッテッテーテレレレレレッテッテー。まずはガオンクロー、爪の部分がシルバーで塗装されてますね。ここミニプラ版はシールだったので、ミニプラよりか全然こっちの方がいいですね。ガオンクローは左手の前腕に装着します。装着するとこんな感じになりますね。それ以外の部分にも装着は可能です。肩アーマーには穴が開いているので、ここに装着しておくことも可能です。さらに手首の穴にも装着して持たせることもできます。反対側にも持たせることはできますね。ジュランソードの全体はこんな感じ。裏面は肉抜きがあるのでこちらから見てはいけませんね。はい、持ち手部分は2箇所あります。どっちでも持たせられるんですが、まあ劇中再現ではこっちでしょうね。持たせるとこんな感じ。そしてシールド、シールドはまあ裏に肉抜きありますけど、裏なので全然目立たないですね。はい、両手に持たせるとこんな感じで、おー、かっこいいねこれ。いや、劇中のイメージまんまだわこれ。あ、フロントアーマーが上がったままだった。はい、迫力出ますね。武器でかいからね。ブルーンピッカーも反対から見てはいけない肉抜き。手に持たせるとよっと、はい、こんな感じですね。あ、そうだ、肩アーマー外れやすいんだな。
まあ、ポーズを決めるときはね、ちょっと肩アーマーに気を使いながら、こんな感じで決めましょう。マジーヌスティックも、裏から見てはいけない肉抜きになっております。持ち手部分は3箇所ですね。1、2、3。どこでも持たすことができます。それぞれで持たせると、こんな感じですね。はい。そして、中腹部分で持たせると、こんな感じ。先端部分。先端部分は自立できるのかな、これ。あ、一応できますね。こんな感じになります。そして、平手パーツですね。平手パーツはこんな感じ。形自体はゼンカイザーのものと同じで色違いですね。はい。ギアトリンガーを回すポーズができるのはゼンカイザーとゼンカイマジーヌのみですね。他のメンバーは胸板が分厚いのでちょっと再現は難しいですね。角度限定でこのようにごまかしはできます。ポーズをつけるとこんな感じです。秘密のパワーゼンカイザー、恐竜パワーゼンカイジュラン、2人揃って機械戦隊ゼンカイザー、110パワーゼンカイガオン、3人合わせて機械戦隊ゼンカイザー、魔法パワーゼンカイマジーヌ、4人合わせて機械戦隊ゼンカイザー、ゴーゴーパワーゼンカイブルーン、5人揃って機械戦隊全開じゃ。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。 HG144/1 ガンダムと比べるとこんな感じです。ちょっとまだ箱も開けてなくて積み状態なんですけど、チェンジヒーローズと比べるとこんな感じですね。大きさはほぼほぼ一緒ですね。はい。そして食玩の方がね、ホイールシールになってる分キラキラ感が高いですね。他のメンバーは前回ジュランを代表して比較、誘導、チェンジヒーローズ、ミニプラ、それぞれどのギミックを重きに置いてるかっていうのが特徴的に出ております。はい、みんな違ってみんな良い。うん、今まで誘導の類は全く手を出してこなかったんですけど、今年は本当にやられちゃいましたね。まあ、僕は特撮ファンではなくて変形ロボマニアなんで戦隊ロボは大好きだったんですけど、今回のゼンカイジャに関しては戦隊ロボが等身大で活躍するというね、かなりイレギュラーな設定を持ち込まれたためにミニプラでは稼働範囲が制限されてたのもあって、今回はもう誘導は手を出さずにはいられませんでした。まあ、長年続いている食玩シリーズということで初体験だったんですけど、出来栄えに関してはもう大満足ですね。初めて箱を開けた時のシールの多さにははっきり言ってびっくりしましたけどね。まあ、貼り終わった感想としては見た目よりもそんなに多く感じることはなかったですね。本体も組み立て済みということでね、まあ、さっと遊べる感じでかなりお手軽で良いですね、これ。まあ、ちょっと先の長い話になるんですけど、もし2弾出るとしたらね、ラインナップどうなるかわかんないですけど、2弾も買っちゃいますね、これでは。はい、というわけで今回そんなところですね。前回ジャーのおもちゃのレビュー動画はちょっと遅れてるんですけど、随時上げていこうと思ってますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。